こんにちは。あ、もうこんばんはですね。皆さん、また、2人で、夫婦で、今、登壇してですね、ちょっと本当恥ずかしいんですけど、そういうことを忘れて、頑張ってお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で少し技術のお話の方が、本来は今日は中心が良かったかもしれないんですけども、新しいことをいろいろやってますし、また日本語の入力のことについては長年頑張ってきて、ちょっと昔からしたのもいろいろあるんですけども、どのような方もいらっしゃるかもしれませんが、パッと見るとやはり若い方が多そうに見えましたので、ちょっと昔話なども参加いただきます。どうぞよろしくお願いします。もう突然1981年になりましたんですけども、パソコンというより、そういうものの初めて、日本語入力、いろんなコンピューターのメーカーさんもいろいろ頑張っていらっしゃったんですけども、私たちは私たちなりに、いろいろ、日本語入力、新しい環境でですね、パソコンが出てきて8ビットのパソコンが一番最初だったのだったんですけども、そこでどうすれば、日本語入力ができるんだろうというようなことを考えて、彼女はいろいろ相手を持っています。81年というのは私たち会社79年でやって次の年ぐらいなんですけども、その頃は販売管理とかですね、給与計算という業務アプリケーションを作っていたんですけど、そのアプリケーションで日本語入力をやらなくちゃいけないという時に、メーカーさんにですね、あるコンピューターメーカーさんがハードウェアを供給してくれたんですけど、そちらにOS で日本語入力してほしいなということを頼んで、CPM ってオープンなのオペレーティングシステムでしたので、ここにフックをかけたら日本語入力できるよと思ってですね、提案したんですね。そしたら、そこまで言うんだったら自分で作れよと言われて作ったのが、この CPM8 ビットの日本語入力でございました。で一応ローマ字から変換で、OS レベルで日本語入力をやりまして、プラットエンドプロセッサーとして、いろいろなアプリケーションに日本語入力を提供したというのが81年。で当時の日本語入力ってこれ知らない人もいるだろうと思って書いてきたんですけど、一番左のところがですね、これディスコードということでした。販売管理だと4842ですね、若い時にはこういうのを覚えてですね、皆さん一つ一つ漢字のコードを開いてエディターに入れていたんですね。それからこの上はあまりにも私がタイプライト、これはコンピューターにつながってないんですけど、このままワゴンタイプを日本語つなごうというような発想でやられている方もいらっしゃいまして、この3年一生懸命探しましたけど画面が出てこなかったんで、とりあえずはこのタイプライターをって言います。で日本語プロセッサー1号機、これは東芝さんですけども、こういうものが当時の日本語入力環境でした。で83年はですね、その81年の実績を加えまして、PC100 というNEC さんの画期的な西井さんが提唱されたコンピューターなんですけども、それにフロントエンドプロセッサーを組み込んでくださいという話がありまして、 MS-DOS での日本語入力環境を実現いたしました。でいやもちろんワープロは欲しいと言われたわけですが、それで、私たちのコンセプトとすれば、単なるワープロを作るんじゃなくて、その日本語入力のところは切り出して、ちゃんとそれが、ちょうどバンドルされたソフトが私たちの GS ワードというワープロとマルチプランです。でマルチプランの入力のところは、一番最初聞くとそれはそれなりにとかいうはっきりしないんですね。当然、私たちが作り上げるワープロの日本語入力部分を全てのアプリケーションを使えることが一番いいんじゃないですかということを、一番最初、コンセプトの時から話をして、ですので、こちらでしたらこの、マウスで初めて使うこのグラフィック周りとかマウスのイベント自体も一番最初私たちが試作品を作ってですね、全てをこういうものを作って、1リッパー 128KB しかメインメモリーがなくてですね、フロッピーディスクも640ではなくて 320KB が標準で、それが2機しかない、そういう、 もう激烈な環境、今から考えるととてもやない、そういうところにこういうワープソフトで、そしてマウスを動かすとこのようなアイコンとかですね、今の矢印のようなものあれも全部ビットマップで作ったようなことになります。こういう日本語入力環境を実現することによって、西洋のアプリケーションがそのまま日本の日本語のドスの中で動いていくことが可能になったということです。
時にコンセプトでした。まあ、私たちが作る日本文字をどういうふうにしようかというと、一番最初の、まあ、CPM86 の CPM8 ビットの時も考えたんですけども、もう当時とすればいろんな方式があります。例えば特に専用のなんていうんですか、まあ、東芝さんの専用アップルが比較的早く出たというんですが、各変えたものを見ましたら、1年間で180台生産した、ですので、まあ、実際上はですね、記録的には一番最初あったんでしょうけども、誰も目にしたことがないような状態に近かったわけですが、しかしながらその当時にほぼ同じ頃にたくさんの人たちが日本語のコンピューターというのを目にした。それはオフィスコンピューターとして、まあ、何千台トータルしていろんな会社さんを見ると、まあ、数万台というのはおそらく日本に数十年の間に導入されたと思います。そういうのが目にあったというのを目の前にあったわけです。そのような時にはいわゆるキーボード方式というのはどちらかというとブック型とかですね、3000文字とかそういうのを全部印刷されたものをこう開いて、そしてその文字をタップするというようなものが実際のアプリケーションがオフィスでは使いやすかったというような環境もあってですね、でアプリケーションがそのブックの上に定義できたテンプレートなども作れるというようなところで、実際はそういうものの方が、台数的には圧倒的に出荷された時代です。でしかしながら私たちが、まあ、私自身がどういう方向がいいかと、専用的な日本人のための特殊なハードウェアが必要となれば、まあ、それはまた、例えば私のイメージは、海外行った時にも、例えばフロッピーディスクか将来のハードディスクになるんでしょうか、そういうものを持ち歩いた時に、まあ、ソフトウェアだけを持ち歩くことができれば、ハードウェアは、まあ、全て、まあ、アメリカに行けばアメリカのそういうハードウェアにフロッピーディスクかハードディスクかつなげば、日本語の利用ができる。つまり、ハードウェアを持ち運ぶ当時ですね、ノートパソコンなども当然イメージしてないんですけども、本当にそういう環境でいいじゃない、つまり、ここに書いてあります。これは IBM さんの101格闘キーボードというんですが、こういう世界の標準のキーボード、まあ、ラッピーキーボードなんですかね、そのキーボードで日本語が自由自在にできればいいと、カタカナとかひらがなを刻印してるのもあります。そんなものもいらないというふうに思ってですね、十分できるというふうに思います。それでここにもこのキーボードはスペースバーが標準ですが非常に大きいですけども、変換キーをどこに埋め込むか、でファンクションキーに肘を伸ばすだけでですね、4タッチから6タッチできるんだというあの人から聞きました。で当然、ホームポジションから全てのことをやりたいというふうに考えてまして、変換キーというのは、ご存じのように日本語の中にスペースが普通の場合入りませんので、この大きなキーボードスペースというのが通常の時には使えません。日本語ですので変換キーはもうこれ我々にとってもベストだというふうに思います。あとあとですね、こういうことが、どんどん出荷されてきた時には、研究の方からですね、キーボードのスペースにそんなもの我々にとってはけしからんだという、お手紙結構いただいたりしたんですけども、最も使い勝手皆さん今スペースは本当に戦えると思うんですけども、それも一番最初の CPM の8ビットをどういうふうに日本語か日本語の入力システムを考えるという時に、まあ、私が考案した、これが一番使い勝手いいなというふうに思って、まあ、作り上げました。そうですね、今83年まで PC100 の芸術というロングプロセッサー IM8 ビットこういうものを提供した話なんですけども、まあ、私たちは特にIME というものに対しての思い入れは強いです。フレームワーク、アプリケーションにいろんな入力システムを提供する一つの、まあ、IME という思想でやってきておりますので、それに対する取り組みというのは、まあ、86年に一太郎というのが出まして、エイトコロンという創生策として提供してきたことにもあります。それから、90年から91年に Windows コンソーシアムで日本語入力フレームワークというものを作ろうということで声をかけられまして、一生懸命作ったのが Windows 3.0 の IME の仕様となりました。それからマッキントッシュ、Java、それから Linux、Linux というようにフレームワークを作ってきて、 IEEEMF 策定とかにも参加しました。でそれから最近は2008年に Android の IME の切り替え、入力切り替えというのがあるんですけど、そこを提唱してまあ、モジュールですね、実行モジュール提供してきました。まあ、こういうことをまあ、ずっとやって、Android の IME っていうものをぜひともまあ、世の中にちゃんとしたいなという思いでやってきております。
まあ、これもあの、誰がそういうことをできるかとかですね、それから、まあ、あのいろんなそれぞれの開発とかオープンソースでも、それだけの予算が必要な時もあるでしょうけども、その日本語化について予算がないと。それで、まあ、いろいろ検討するんですけども、このアンドロイドについても、じゃあ、ソースコードも全部提供するから、じゃあ作りましょうかと。一番よく分かっている人間たちが過去の経緯から始まり、他のものも含めて、他の OS との絡みも含めて分かっている人間が作った方がいいというので、まあ、私は皆さんの代に OK を反応して、まあ、エンジニアの制服に頑張ってやっていきたいと思います。まあ、そういうことで、2008年はまだそうだったんですが、2009年にはジャストシステムの2人は退職しまして、メタ文字を創業いたしました。でそれから、その時はですね、まあ、今のメタ文字のことを考えてなかったんですけども、まあ、全然違うことを考えながら来たわけですけど、去年ですね、去年のアップルさんが iPad を出されてから、日本に iPad を5月に来まして、それを見て、これだったら、もう絶対、もう少しやっぱり違うフロントエンドプロセッサーを提供したいという思いが非常に強くて、アプリケーションを作ろうと。で、やっぱりフロントエンドプロセッサーと、新しい時代のフロントエンドプロセッサーと、エディターだと、プロダクトという思いで、去年の5月から来ております。で、その後、今年になって、それが iPad で発表し、iPhone になって、それから Android の Fuzzy Beta 1、それから海外にも出しましたし、それから、この10月7日にはセブンノーツも一緒になってAndroidのメータ版ということで提供させていただいています。はい、そうですね、まあ手書きとなると、まあ、今までのどんな方もいらっしゃったんですけど、いろんなものが提唱されてきます。日本でも少し、まあ、かなり以前になりましたが、そうするとシャープさんの電子手帳であるとか、もちろん海外ですらペンコンピューティングとか、まあまあまあいろいろあったと思いますが、特に日本語に関しては、まあ、これだというものですね、徹底して普及してきているものは、なかったと言ってもいいと思いますが、しかしこのやっぱり環境を見たとき、まあ、装置も含めてですね、まあ、新しいことができるぞと、これだったらまあ理想のようなものができるんじゃないかというふうに思って、まあ、やりたいなと思います。まあ、私たちは、ね、長年の、まあ、日本語をやってきたその元多くの大きなコンセプトは、もう本当に誰でもいつでもコンピューターが使える時代を作る、まあ、時代ですね、そういうものに、仕立て上げていきたい。もちろんいろいろなコンピューター、まあ、パソコン、多くのビジネス、あるいはアプリケーション、もう本当に、まあ、無限と言ってもいいぐらいありますけども、特に私たちの生活環境、まあ、私たちとか、まあ、子どもたち、まあ、親、世代、そういうことも考えても、やはり日本が、まあ、そういう素晴らしい環境から立ち遅れていくということについては、もう本当に、そうはなりたくはないと思います。ちなみにここだけ言うと、Java もですね、日本語化は一番最初に発表、Java が発表されたりしたときからですね、日本語についてはですね、日本語が通れなかったんです。覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、それでいろんなスケジュール、まあ、いろいろ聞きましたらですね、3年後だと、どんどん遅れてですね、それを問い合わせたら3年後ぐらいの計画にしか入ってないと、日本語で Java でですね、動いたんです。それをとってもじゃないけど我慢できないと言って、私はスコット・マクレディに、じゃあ誰に実装しようか、予算のこともあったわけですね。結局はその時の3マイクロの信号ですから、スコット・マクレディが北京に行く途中にですね、少し日本で短い講演をするということを聞きつけてですね、それで直訴しまして、必死で訴えましたですね。そうするとアメリカに行くと説明してくれるというのをそこで、まあ、熱心とおりましたので、って言って、ゴスリンにも直接言ってですね、日本人はこんなに必要としてるんだということを訴えて、それで、まあ、そんなに半年ぐらいですか、それでも、3年ぐらいだったというのを半年後ぐらいまでは Java やる、とにかくプロジェクトを立ち上げてもらいました。当たり前のようにその Java 使われてるんですけども、そういうものを見るためにですね、あの時頑張ってよかったなというふうに私自身はいつも思ってます。これはここでは今パソコンがすごく早くもう広がっていて、それでもやっぱり紙で鉛筆で書くっていうことがやっぱりまだまだたくさん残っています。この iPad とかそういうパッドを見た時にですね、 Android を含めてこういう
どの世界が広がっていけば、もうそういう紙の世界をどん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 吸収して、コンピューターをいつでも持ってできるんじゃないかな、そういうふうに、まあ、私たちは思ってソフトウェアを作っていこうと思っております。じゃあ、ちなみにはですね、私どもの、手書きとかこれを使ったことがあるので、すいません、ちょっと小さく手を挙げて、ありがとうございます。もっと少ないんじゃないかと思うんですけど、結構、でも始めた方もいらっしゃると思いますから、ご存じの方はすいません、ちょっと我慢してご覧いただく。セブノートを立ち上げましたので、このような環境になります。これは一太郎のようにですね、一つのワープロエディターの部分と、まあ、日本語、あ、特にこれは特にデモしてますけども、iPad の場合ご存じのように、その IME が、つまり第三者がそれを切り替えてですね、こういう IME を使えばということができません。もう最初に、組み込まれたものにしたことは非常に残念なんですけども、30年ぐらいこんなことをもう私たちやってきたんですけども、まあ、早くそう。ただ、皆さんご存じのように、Android はちゃんとできます。ただデモは、この iPad で同じことができます。で、そうですね。今日の会議は。と書きましたら、ほぼリアルタイムで、処理ができます。でも、この文章の中ですね、会議の中で、お分かりいただけたと思うんですけども、会議の議難というのはですね、面倒くさいですよね、こう一時書くのが。ですので、このように書いてしまえばいい。これがマゼックという名前が由来なんですが、マゼ書き変換ですね、手書きで新しい時代の時の手書きをこれからの時の、入力をシステムを作ろうというのがコンセプトですので、手書きって私は思うんですが感じかけないなと。で、まあ、日時に一生懸命きれいに会議の意を書いてもいいんですけども、まあ、長年ひかなかの変換、まあ、ひらがな、まあ、あるいはローマ字入力をやってきた人間からするとですね、簡単なのを書けばいいじゃないかと。で、まあ、全てひらがなで書いてもいいわけです。ローマ字入力はちょっとないんですけども、ひらがなは全部書いてもいいですし、全部律儀に全てを漢字で書いても当然認識されますけども、その途中、どのような組み合わせでもほぼ、変化ができますので、まあ、これで、多くの人たちが、ああ、これだったら楽かなと、知らない漢字も、こういう今日の会議だと。これで納得いただけるんじゃないかというふうに思います。で、かなりまあこのエンジンをですね、実は今のところこれはフランス製のものを使っているんですが、あまり日本語の文法とかそういうのって詳しくガシガシできてませんので、プレ処理と、そして、ある処理をしてエンジンに渡して、で、またそれから返ってきたものをポスト処理をして、そしてさらにそれから金紙変換をやって、それでまだまだ、いろんな面でダメですので、混ぜ書き変換ですね、このように、いろんなひらがなと漢字との組み合わせの場合にも、いろんなケースがあります。うまくいく場合とうまくいかない場合、つまり、カナカニ変換の読みと漢字の辞書と、そして認識さえあればなんとかなるかなと組み合わせたかと思ったんですけども、実は新しいアルゴリズムと、それ専用のカナリの辞書を作らないと、実はこの、今日の会議というのを、いらない書いてもいいんですよみたいなことも含めてトータルですね、できないことが分かりまして、急遽そこをかなり研究的な試作品を作りながら、はい、それでもう一つ面白いものをお見せすると、この手書きの入力のところはどういうことなんですか。もう少し手書きだからもっと楽しいですね。もっと、こうやってですね、楽しい世界があればいいな。まあこういうふうな端まで書けば自動的にスクロールするような使い方もあるんですが、そうするとこのようにエディターのところではですね、いわゆるフォントといいますか、コード変換された文字と手書きの文字が混在するようなエディターです。で、単にその混在するだけじゃなくてですね、こういうふうにですね、ビットマップのブロックで動くんじゃなくて、ちゃんと一文字ずつ入力をカーソルが動きます。で、これはまた当然こういうことが必要なことがたくさん理由があるんですけども、当然こういうことがあるとですね、もっと楽しい、そうですね、ここにカーソルがありますので、例えば新しいということを入れると、当然好きなところに、つまり普通のワープロのようにですね、カーソルが文字一文字ずつ移動して
これは当然ビットマップで処理した方が簡単なんですが、あるいはこの文字を出すところだけは、まあ、ストローク処理してるんですけども、一文字ずつをですね、変換したり、まあ、認識をさせたりしてるわけじゃないです。そんなすると遅いですし、いちいちそういうことやってないので、単にこれ もうパターンだけを見ながら、ここに関する、まあ、一文字らしいだろうという処理をしてるんですが、当然そうするとですね、例えば、うまくいくかどうかですか。例えばこういうものを入れるときに、どっか入っちゃった。うまくいくかな。これうまくいく。例えば、形のところですね。形の左側というか右側というか、2つ分離して、カーソルが行くようなこともあります。しかしながら、そういうことを、非常にイリーガルなことが起こりますよ、起こりやすいですよということを受け入れてですね、それを全部潰すよりは、カーソル1つ、大体の、まあ、95% くらいうまくいった方が、はるかに役に立つことが多いよということをですね、まあ、エンジニアと研究学でいつもやるんですけども、書いたものも一文字ずつカーソルを移動してください。そうすると、まあ、いろんな仕掛けが起きますですね。例えば、新しいところを文字型に変えると、例えば、それで書いた文字のここの部分だけをドーンと例えば大きくして、じゃあついでに色も変えて、まあ、これは楽しみなんですね。雑誌で習いに行きましょうとなると、まあ、こんな仕掛けで、一文ずつ不審しないようなことを確認しないといけない。こんなワープロ、まあ、ちょっと楽しいかもしれない。で、じゃあ手書きで文を書いたのです、これで一番やりたかったことはですね、今まで長年変換ということに、携わっていろいろやってきたんですけども、変換ということは私自身も実際はやりたくなかった。というよりは、変換を忘れて、もうとにかく頭で浮かんだ文章をそのままどんどん入れたかった。そういう試作機も作ったんですが、一つの例えば A4 ページ全部ローマ字になったり、全部ですね、ひらがなになると、残念ながら英語とかそういうものにスペースでですね、日本語の場合は切りませんので、ひらがな全部で例えば A4 ページ、まあ、パッと見た瞬間、何が書いてるか分かります。じっくり読めば分かるかもしれませんが、まあ、自分の文章だと分かるか分かるんですが、他人が送られてきた文章をですね、全部ひらがなで全然読めません。まあ、要はですね、そういうものを諦めて、ずっと変換の文章のキーボードでやってきたんですが、これこそ、今度こそ、今回こそ、その入力するときは、あるいは頭で文章を考えるときは、変換ということを忘れることができるでですね、これに行きましょうか。例えば、そうですね。変換を忘れる。というのもあります。しかしながら、これを後で必要になると、とりあえずメモでもなんでも、例えば授業のときもそうだと思います。でそれで一つ工夫したのが、後から変化というのを入れます。そうすると、もっとですね。もっと楽しい。タップしてるだけです。呼吸がちょっと変わりますね。これちょっとスキップしましょうか。世界があれば、変化を忘れて、こうやって。楽しいでしょ？簡単でしょ？ありがとうございます。これ嬉しいな。とりあえず、嬉しかったんですけど。どうすれば、授業でも何でも、それでキーボードでさえ、そういうことも、そういうことを気にすることもいます。本当にノートに、メモ、まあメモというか、ノートを取るように、このコンピューターを使えばいいというのが実現できたというふうに思っています。まあこれが一番私たちのマネの一つの特徴ですし、こういうエディターがあれば、まだまだ私たちの手書きのものを実際に扱ってくれるエディターは、まだ今のところセブンノートしかないんですけども、こういう情報もこれからどんどん出してですね、多くのソフトウェアとこういうことをやり取りして、あるアプリケーションでとにかく手で書いているものを後から変換という、インターフェースでうまくやりたいなというふうに思います。はい、マゼック、セブンノーツ、ウィズ、マゼック、アンドノーツというんですけども、マゼック部分、今の入力部分も IME として提供しておりますので、セブンノーツ以外のアプリケーションでも使うことができます。それから、セブンノーツミニバージョン 1.4 相当というのは iPhone 版の 1.4 相当のものになりますので、後で少しざっと機能を説明します。で、7日にベータ版を提供して、10月20日、来週ですね、製品発売予定でございます。製品と体験版、無料版というのを提供させていただくということで、2つの製品を出します。で、1.4 のアップデートですけども、まあ、いろいろな方からご要望にも答えて、SMS とかそういう機能が入っていきます。それからクリップボード、こういうことを書いてあるわけですね。で、次のポイント
題して、もっと楽しく手書きコミュニケーションということで、こういうふうに台紙に写真にこう手書きで書けたりですね、それからギャラリーというものから、こういうテンプレートギャラリーというのがありまして、それをワンタッチで選んで、これはサーバーに、私たちのサーバーに来て、いろんなテンプレートがあるんです。これをピックアップして、書き出していくと、そういうものを出すことができます。で、そのセブンノーツの手書きメッセージですね、手書き の, テキストと、それから手書きと、それからそういう背景の写真とか、ビットマップが一緒になったものをツイッターに投稿して、さらにセブンノーツサーバーからツイッター、再編集ですね、して、セブンノーツでもう一回書き加えたりすることができます。で、それは Facebook も同じようにできまして、Facebook はオールも選んでいけることができます。で、まあ、こういうことを組み合わせたら、みんなで寄せ書きみたいなことも楽しめるということですね。はい。じゃあ、せっかくです。まり時間がありませんので、ちょっと、はい。これで映ってます。はい、これは、ギャラクシーですね。今映ってるハードウェア。どうぞ。はい、ですから、これはアンドロイド。上にですね、これ、セブンノーツと下にギャラクシーとマゼックが、で今マゼックじゃなくて、これテンプレートですね、後ろにテンプレートがありまして、その上に、で、書いてました。まあ、通常の、ボクシングの話ですか。ボクシング作った激励メッセージだったんですね。はい、まあ、このようにできますし、絶対できるしたなと。届くのが、ちょっと色がありますね。まあ、私たちはその、キーボードの代わりの、 そのいわゆる入力というだけではなくて、手で書くこと自体 の, その楽しさ、例えばこれからソーシャルネットワークの時代、どんどん来てますけども、友達とか知り合いとか家族とかで、コミュニケーションするんであれば、いわゆる誰もがその印刷した文字、まあ、印刷というか、いわゆるフォント文字ではなくて、私の字は下手だからという人も多いかもしれませんが、下手は下手なのにこれは私の字だと。で、これはこの時を思い出していただくと、手書きの楽しさっていっぱいわかると思うんです。皆さんも、まあまあまあ、こんな年賀状時代になった時になりましたが、年賀状をいただいた時によくね、一言ちょっとメッセージかなんか手で書いたらと、でそういうものを見るとホッとしますよね。なんかすごくこう手で書いた部分がそういうものの中にあれば、その瞬間を思い出していただければ、お互いにその手で書いた、いわゆるそういう本当アナログ時代と言われる人がいるかもしれませんですけども、そういう楽しさ、人と人とのコミュニケーションにはやっぱり手で書いたらいいんじゃないかなと私はすごく強く思います。ですので、セブンノーツには2つの軸をこれからもやっていこうと思います。1つは、まあ、いわゆる入力ですね、汎用的なキーボードの代わりになるような、いわゆる日本語入力というところを一生懸命まだまだやりたいと思います。そしてもう1つは、手書きでこんなことがです、こんなことができれば、この、例えば、先ほどは Twitter にこういうものをうまく連動させれば、Facebook と連動させれば、寄せ書きができるじゃないかとかですね、そういうことをもっともっとまたアイデアがあります。楽しい、新しい、あるいは、そうですね、ほのぼのとした、ついついこう、ここがよろ緩むような、そういうアプリケーション、サービスも、ぜひとも開発していろいろ提供していきたいというふうに思います。時間ありがとうございました。じゃあ、質問、ちょっとあんま時間ないんで、1問ぐらいであれば。しますけれども、何か質問がある方いらっしゃいますか。あ、はい。今、グラフ TS でしたっけ、Android の携帯の方で、読み出てもらったんですけども、自分とか頭悪い人間は、今まで書いた文章とか、理解しながら書きたいと思うことも あって、横幅は今、そういう、まあ、今まで書いた文章を見直して、変換がつらいと上に影響を与えないと思うんですけど、そちらの方は
どうなっているんでしょうか。まあ、そういうのは別に皆さんも技術的なのも難しいことはないので、そういうことは例えば今のギャラクシーというのの中ではちょっと厳しい環境ですけど、こういうパッド型でしたらですね、いろんなアプリが作られると思います。で、まあ、特に今おっしゃっているのとしたら IME 化がしますので、いろんなアイデアがどんどん出てきてですね、それで、入力するところはそうでしょうし、そして まだインターフェースとかはオープンにはしてないし、私たちも、できてませんですけども、手書きで書いたようなものも私たちのものは、マゼットに送り込めば、そうするとそれを処理してアドアプリケーションを返すというようなことも、まあ、今私たちの中では実現しているので、後から変換というのを見ていただきました。それすでに手で書いたものは後からそこの一部分を、まあ、読み込むというか送られてきてインターフェースで返すというようなことをやってましたので、今私もご意見のようにですね、あとはアプリケーション、いろんなアプリケーションがこれから発送されるというふうに思います。ありがとうございました。内川様に、じゃあ、盛大な拍手をよろしくお願いします。